はい、皆さん、こんにちは。チームハローズ小野です。この動画は週末レポートをハローズを動画で紹介する番組です。ご興味のある方は概要欄にレポートのリンクを貼っていますので、そちらもご覧ください。では、早速参りましょう。まずは振り返りです。9月2日中のユーロ円、ポンド円は下落しました。レーバーデー明けはユーロ円が162円90銭レベル、ポンド円が193円50銭レベルまで円安が進む局面もありました。しかし、上田日銀総裁の高橋誠也、 ハイテク株の下落が嫌気されて、その動きは長続きせず、先行きへの不透明感から上値が重くなると、ユーロ円は158円レベル、ポンド円は187円30銭レベルまで下げ幅を広げました。ドル安でユーロやポンドは全体的に底がい動きだったものの、それ以上に円買いが勝り、円ドっポ高などの様相となりました。ここで直近の主な経済指標の結果も見ておきましょう。 結果は赤文字が予想比強めとなり、青文字は予想比弱めを示しています。また、背景は赤色は前回から改善、青色は悪化を示しています。欧州については、全体的に強弱まちまちといった感じでした。さて、ここからは来週の見通しです。こちらは9月9日週の経済イベント一覧です。欧州は12日に ECB 理事会が開催されます。 また、英国では失障率が発表されます。12日の ECB 理事会では、0.25%の追加利下げが完全に織り込まれていて、着目点は10月理事会での利下げが示唆されるかどうかとなります。現状ではそれに対する現地は与えないとみられていますが、ラガルト ECB 総裁が市場の一部でくすぶっている利下げ期待を牽制すれば、ユーロ買い戻しが強まる可能性はあります。 一方、経済の下振れに対する警戒スタンスを強める形になれば、追加利下げ期待から市場が4割しか織り込んでいない10月利下げ期待を高め、ユーロの調整が進む危険もあります。また、英国では雇用・賃金データが発表されます。賃金の伸び鈍化と雇用の底堅さが改めて示されると見ていますが、 賃金の伸びがいまだ高水準のため、利下げへの後押し材料にはなりづらそうです。そのため、全体的には今度は底堅い動きとなる可能性があります。ここで、チームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説してキャンペーンにエントリーすると、通常の講座解説特典2000円に加え、新規取引1回1万通貨以上で、チームハロンズ視聴者キャンペーン特典3000円と合わせて5000円プレゼント中です。 さらに取引量に応じて最大100万円、合わせて100万5000円のキャッシュバックとなります。詳しくは QR コードまたは YouTube 概要欄のリンクより先のページでご確認ください。それでは最後にチャートを確認しておきましょう。ユーロ円は一度横ばいとなった21日線が再び下を向き始めるなど、底打ち感は見られていません。期間3日のスロース,ロース,ローストキャスティックスは、 売られすぎる領域に入ってはいるものの、買いシグナルはいまだ点灯しておらず、目先はもう一段の下押しも警戒されます。8月15日高値を起点とするフィブナッチュエクスパンションの138.2%ラインとなる157円 57, 57銭レベルや161.8%ラインとなる156円66銭レベルまでの下げは想定しておいても良さそうです。上方向は21日線レベルでは上昇の勢合いが 勢いが和らぐのではないかと考えていますまたポンド円は5日移動平均線の低下でワネの重さは感じられるものの週足一目均衡表の雲の上限レベルに迫る中で下方向への動き出しも鈍くなっています上方向は相変わらず200日線にキャップされていますのでこうしたレンジを中核レンジに振幅が続くのではないかと考えています 予想レンジとしては、ユーロ円が156円50銭から161円50銭、ポンド円が186円から192円を想定しています。最後に番組が気に入れば、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。